もうやばい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 。もう。こんにちは。なんか人ってさ、最大級に最大級最高にん最大級でいいのかな、やばすぎるさ具合のさ焦りになるとさ泣きそうになるよね。ちょっと今焦ってるんですよ。いろいろありまして、いろ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 ありまして、ちょっと焦ってて、焦りがですね、もうすごいところまで到達して泣きそうになっています。人生で、人生この世界で私だけじゃないよね、きっとこんな焦ってんの。そう信じよう、私だけじゃない、きっと。フォローありがとう。もとゆなは焦ります、いつも毎日ちょっと待って、テロップ出るまで助けて、みんな、みんながゆうの家に助けに来てくれたら、もうそれはそれは私の焦りなんて落ち着く。来て早く。ほほん、鼻の鼻小鼻かくなって話。なんかサマーコンサート、リカさんの卒業コンサートとサマーコンサートの時も結構焦ってたんですけど、その時と同じくらいの焦り。あの時もね、毎日泣きそうだったというか泣いてた、泣きました。あの時やばいってなって、私はコンサートに出れないかもしれません、それぐらいやばいですっていうぐらい泣いてましたけど、な家でまあ泣いてもしょうがないっていうか、
それは分かっている。でもさ、あの泣きたくなくてもその焦りが一番頂点に行った時に、涙が勝手に出てくる。ポキはいつも泣いている。あのさあ、定期テストとかの前って結構焦るじゃん。そんなんの日にならないぐらい焦ってる。もう焦ってるってしか言ってない今日。今日はもしかしたら夜配信ができないかもしれないっていうのを言いたかった。どういうことかっていうと、きっと最後の配信する人いるよね。ちょっとかぶるかもしれないんだけど、最後の一番最後の時間帯にかぶりたくないから、まあ、夜お家に帰ってきて時間があれば少し配信して、あとはリリノの配信見てきてみたいな感じになるかもしれないけど、もしかしたら家に帰ってくるのが遅くなって配信ができない可能性もあったので、発散してってさ、さっき私お家で一人でやばいこの気持ちどうしようって思って、どうしようか考えた時にめっちゃ叫ぶっていうのにたどり着いて、家の中で本当あの不審者来たんじゃないかっていうぐらい叫んだ。なんかあペタペタになっちゃった保湿した後すぐ前髪下ろしたらペタペタになりました。え、どうすんの？みんなはさ、もうやばい、これやばいぞってなった時さ、みんなはさどういう感じで乗り越えてんの？こんにちは。とにかく冷静になる。とにかくこれは何？渦巻く。くる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 。それとも下巻く？ルルルルルルル。何これ？巻くって。何を巻くのこれ？とりあえず飲む。あ、いいね。それがいいかもしれない。もしかしたら最近お酒飲んでない。こんにちは。
焼肉食べたいな。はじめまして、はじめまして、 NGT48 の木本ゆなです。はあ、最近のストレス発散方法は叫ぶ。マジで、でででで、ああ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 、明日食べようかな焼肉。あ、なんか、あ、ひな祭りって感じでかわいいひな祭り。あ、今日の方がお得？確かに肉の日だ。え、どこがお得なの？教えて教えて教えてみんな教えてほしい。こんにちは。でもな、今日ちょっと忙しいな。明日がいいな。明日食べて、明後日のスタミナをつけて、美味しい焼肉が食べたいな。私は1週間前くらいからずっと焼肉が食べたいって言ってるんだけど、焼肉食べさせすぎて、あのこの間スーパー行った時、一人で割引の牛タン買って焼いて食べました食べたすぎて牛タンって1個しか余なかったの、あの売り場に。牛タンが1パックしか売ってなくて、それが、その残りの1パックが、割引されてて 20% 引きだったかしされてて、よしこれ買って帰ろうって思って買って帰った。一人焼肉でも何でもいいんだよね。お肉さえ食べれれば。こんにちは。まあだからきっと今日は食べないんだろう。野菜も美味しい、食べて野菜も美味しいけど、昨日はキュウリを食べました。今日は何を食べようか。あ、キャベツも食べるよいつも。待って、明日、明日さチケットもらえるんじゃない？もしかして
4枚目です。チケットやったー、イエーイ。120、嬉しい。そうそう、継続チケット4枚目。焼肉ロッチ行ったことある？もうね、お気に入り、私ロッチ。厚い厚切りのさタンがあって、飲み物も美味しくて安い。ロッチ大好き。誕生日会にロッチを選ぶぐらい好き。明日も頑張るぜ。それでは壇上読みます。ご飯食べないと。13位トトちゃんさん、ありがとうございます。12位ゆうまこさん、ありがとうございます。11位ぼうちゃん、ありがとうございます。10位音速の貴公子さん、ありがとうございます。9位かおさん、ありがとうございます。8位ビッグさん、ありがとうございます。7位なべとしさん、ありがとうございます。6位ガーガーさん、ありがとうございます。5位かじゅぽんさん、ありがとうございます。4位新潟かずさん、ありがとうございます。3位いちたさん、ありがとうございます。2位ゆうきさん、ありがとうございます。1位よったさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。やっぱりねって何？遭遇したことある？もしかして何何怖いんだけど。え、会ったことある？私ロッチで嘘。え、なんでわかんの？ジョジョ園はね、行ったことない。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。内緒？会ったことあるんだ。えー、ちょっと手振るじゃん、そしたら待って、知らなかったんだけど。じゃあ夜はできるか分かんないから、今日も一日お疲れ様でした、かっこ仮かな。明日も頑張ろう、かっこ仮。おやすみ、かっこかり。バイバーイ。